秘密兵器シガレット、タバコライトペン。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的なガン部です。ああ、なまった体にはジョギングが最適だぜ。おっと電話だ。Q からだ。ジョニゾンだ。いやー、0007、新しい秘密兵器を取りに来るんだ。しょうがない、ウメニャン6に戻るか。あちぃ。待っていたぞ、0007。新しい秘密兵器って何すか？これだ。タバコ？そうだ。ちょい、タバコなんかでわざわざ呼び出したんすか？これはただのタバコじゃないぞ。大手通販サイトシーンから273円で入手したものだ。なんだ、ここで開発したんじゃないんすね。それより Q、メガネはどうしたの？リスナーの方から素顔を見たいとファンメールをいただいたんじゃ。それよりもこれが今回見てもらうタバコだ。普通のタバコじゃ。ああ、吸い口にキーホルダーが？その通り、タバコはフェイクで実際はすごいギミックが入っている。まずはフィルター部分を取り外してみよう。引いて外すと、なんとボールペンになっている。へえ。周りに筆記用具がない時に敵の秘密をメモする際にとっても役に立つ機能だ。そして、なんとレーザーポインターが内蔵されている。ほほう。さらに、強力フラッシュライトだ。へえ。真っ暗な場所でのスパイ活動にはライトは必須だろ？確かに。こんなライトがあればわざわざでかくて太いライトを持ち歩かなくてもいいな。なかなかの照度だ。暗がりで急に照らせば目くらましにも使えるぞ。ふむふむ、でもなぁ。何がでもなぁぜ。私がこれを入手するためにどれだけシーンのサイトを探し回ったと思っているんじゃ。しかも注文してから届くまで、いつ届くか、すっごく楽しみに待っていたんじゃぞ。そのワクワク感を君も味わいたいと思わないのか。0007、君はそういうやつだったのか。ありがとうございました。わかってくれればいいのじゃ。ただ、私も気になるところがないわけではないのじゃ。君たち情報部員が工作活動をする際にタバコをキーホルダーにしてぶら下げていたら逆に怪しすぎる。そこでキーホルダーを取り外して、吸い口部分を平らに加工してフィルター風に着色してみたぞ。さすがは Q ですね。そうだろう？ただ買って君たちに渡しただけじゃ開発室なんていらんからな。我々0007要員のことを考えてくれてありがとうございます。いやいや、礼には及ばぬよ。どうした？まだ浮かない顔をしておるぞ。いや、なんかちょっと引っかかるんですよね。心配性なやつめ。すみません、これがスパイの性分なんすよ。ちょっと使ってみていいすか？おお、使ってみたまえ。どうだ、タバコへの偽装も問題ないだろう。なるほど、本当にタバコサイズだ。ライトをつけてみたまえ。かなり明るいだろう。この細さの中にバッテリーも入っているんですか？そうだ、レーザーを照射できるだけの電圧も確保されている。すごいなぁ。そしてペンまで使えるんですか？その通りだ。へぇ、ボールペンねぇ。どうだ？まさにスパイのためのアイテムだろう？確かに敵の情報を持ち帰る必要がありますからねぇ。そうじゃろう。それで、弾はどこから発射されるんすか？え？敵を倒す弾は？やっぱり弾でないんすね。ここのリスナーさんが何を求めているかわかっちゃいないなぁ。どんなんでもいいから弾が出ないと誰も見てくれないんすよ。